大阪、中野島プロジェクトは、大阪市北区中野島にある、朝日新聞大阪本社の社有地を、超高層オフィスビルに建て替え、地下鉄四つ橋線日後橋駅と京阪中野島線、渡辺橋駅を結ぶ中野島地下街の再開発も、連動させた、都市開発のプロジェクトである。大阪朝日ビル、朝日新聞ビル、新朝日ビルディングはいずれも築40年以上を、 経過したことで老朽化が進んでいた。また、中野島地域の高層ビル建設ラッシュや京阪中野島線の開通など周辺環境が変化する中、朝日新聞大阪本社周辺のビル群も再開発を行う必要性が出てきた。その流れで計画されたのが、大阪、中野島プロジェクトである。建て替えの行われるビルは総じて、中野島フェスティバルタワーと命名。 まず、フェスティバルホールが入居していた新朝日ビルを2009年に解体、撤去し、建て替え工事を行い、2012年11月6日に東棟として竣工。フェスティバルホールをリニューアルしたほか、大阪朝日ビル、朝日新聞ビルから、朝日新聞大阪本社を阪神ダイヤビルディングに暫定移転していた日刊スポーツ新聞西日本本部、大阪本社をそれぞれ移転。 入居、飲食店街などで構成するフェスティバルプラザも併設した。大阪朝日ビル、朝日新聞ビルの建て替えは解体、撤去後、2014年6月25日に着工し、2017年4月、春工。中野島フェスティバルタワーウエストとしてオープンした。この二つの超高層棟は、大阪の水辺の景観を生かすとともに、最新の耐震技術を採用しており、 地震や津波などの大規模災害にも対応した防災拠点としても活用する。さらに、中野市町下街とも連携した新しい賑わいづくりも目指す。従来、旭新聞ビルの中を阪神高速11号池田線の機体基本線車道が通過していた。当プロジェクトに伴い同ビルの高速道路より上の部分は解体されたが、 高速道路の橋脚となる部分については解体されず、そのまま使われる。ありがとうございます。